はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート43やっていきたいと思います。なんか前回も43って言った気がするけど、今回が本当の43で、前回必要だったものは一旦全部しまっちゃいますか。で、白 G のところに行きます。あ、そうそう、全然関係ないけど、ちょっとだけいじってね、こっから城に行くのがめんどくさいんで橋を作りました。ここね、ダーッと行って城に直行できる橋、まあ、これを橋と呼んでいいのかわからないけど、でもこれあることによってね、かなり移動がスムーズになりましたね。まあそんなわけで城陣のところに行きますか。山頂で、相変わらずここの住人は寝るところしかない。多分全員分のベッドも足りてないし、青の石板の地の開拓が終わり、これでひとまず、この島の開拓はおしまい。ミカミックス、同じく島の開拓を終えたことで、わしは全てを思い出した。でも忘れてたの。この老いぼれにここまで付き合ってくれたお主には全てを話さなければならない。そしてこの先どうしていくか、改めてみんなで考えていかなければいけない。しかし今は年寄りの昔話に付き合ってもらう時ではない。ひとまずこの島を完成させるとしよう。そして最後に作ってほしいものがある。わしの昔話には三日三晩付き合ってもらう。どんくらい昔話なの。さあ、いよいよこの空っぽ島を完成させるとき、まあ本来はものづくりに終わりなどない、一応一区切り、まあそうだね、中締めは必要だよね。お主に作ってもらいたいものがあると。ビルダーの旗、詳しいことはあちらで話す。あちらってどちら。小さなメダル今どうなってんだろう。そういえば聞けない、小さなメダルの話が。あ、ここになんか広場があるね。全然気づかなかったわ。ビルダーの旗、それはこの島にものづくりが満ちた証となるもの。島を開拓したお主は島の主としてこの島を表すシンボルとなるマークをこの地面に描いてくれか。地面にブロックで描いたマークがそのまま形となり、ビルダーの旗の模様となる。ビルダーの旗はいわば国旗のようなもの。見るものを引きつけるマークにする。作るために必要なものは全てわしからプレゼント。それはありがたい。ドットデコーダー、え、もしドットで絵を描くってこと。いや、そんな無理だよ俺。白い岩15個ドットデコーダーでブロックを作り、北を上にして島のマークを描くがよい。もしマークを決めかねても心配はない。何度でも変えられる。ないないない、そんな自信ない。サンプルね、まあ、一応見ましょう。どういうこと。あ、え、何これ、大したサンプルじゃねえんだけど。え、何これ、マジで どういうこと。敷かれたサンプルのトイレも、お主の好きな置き方でもいい。とにかく島のマークを完成させる。君だけのマークを作ろう。カラーブロックで絵を描くと、それがミカミックスの空っぽ島のシンボルマークとなる。そして、なんかめんどくさい。とりあえずここら辺の岩は一回排除しておこう。白岩15個って言ってたけど、それ何使うの。え、もう何でもいいんだけど、正直。で、ドットデコーダーって使ってみる。置く、作る、あー、そういうこと。いや、これは俺はもうそういうの無理だよ。絵心とか芸術性とかゼロだからね。あ、白い岩でこのね、カラーの岩を作れるってことね。じゃあ、なんか必要になってる、とりあえずこれでいいか。1個で30個、2個。まあ、まずはサンプル通りでいいでしょう。こだわるのは、その後で。意外に必要だな、個数的に。これ116個も必要なの。
力簡単な感じがいいよね。先に物語を進める、これが重要ポイント。でじゃああとこれ見ながらね、ブラックから埋めていくか。いや分かんねえ意味不明。あれここじゃなかった？よっ、えちょっと待って待って待って、ここじゃないないの？あちょっと待って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 、グリーンブロックが一番厄介だな。グリーンブロックを先に置こう周りに。で始まなかったね、だからここ、あそうだね。で拠点となるその外壁から、例によって外壁から埋めていこう。よし完成したけどさ、これ何の絵なの？全然わかんねえんだけど。ミカミックスの島のマークが完成した。え本当何これ、何マークこれ、ハンマー？もしかしてハンマーっぽいね、なんとなくだけど。あ船落ちるとこだった。ビルダーの旗のマークが完成した。悪くない出来じゃん。これで決定してよろしいか。まあ、ああ、家にしちゃったよ。まあ、確かにさ、マーク何でもよかったんだったら、全部真っ黒でも、多分、大丈夫だったよね。まあ、最初なんでね、とりあえずはサンプルでいきましょう。どんな旗？ちょっと見えねえ。あ、やっぱハンマーだな。うん。あれ？しかも国旗手に入れてるし。へえ。ダサ。その旗を目印の場所に掲げる。そうすれば完全にお主の王国となる。旗を掲げる場所に行っている。どこ行ったあいつ？あそこか。結構近かったな。これを置く。こいつは何しに来たんだ。空っぽ島がミカミックス王国になった。ルルとか何いいの俺の王国になっちゃったけど。なんか一晩で謀反を起こされそうだな、一夜城みたいな。あこうやって見るとでも旗って結構すごいね、近くで見るとね。これこだわりたい人はこだわりたいんだろうね。ちょっと俺にはそういう技術はないんでできないけど、この先に進むとオンラインプレイ、他の島への移動、メダルの交換が一時的にできなくなります。物語を進めますか？うん、じゃあ進めていこう。ミカミックスの旗を置いた。これでいよいよ大詰めということか。何なのよこの旗はって。確かにお前は猛反対だろうな。まだまだみんなで物を作りたくなった。あなたは最高のビルダーだわ。そしてなんじゃこの空は一体。どうしたのじゃ。スーパーサイヤ人に目覚めた。スーパーサイヤ人2。いつの間にあんな旗作ったんだ俺を。
路頭の勇者に破られた大神官ハンゴンは自らの血を捧げて破壊神を復活させた。そう、その時から私はずっと獅童様と共にあった。私は見てきたビルダーと獅童様を誰よりも近くで。想像なきこの世界に今ものづくりの力が満ちた。そう、これなるは破壊神獅童様の復活の時。ハーゴン、人も魔物も神ですら運命からは逃れられん。いくら拒もうと破壊神は破壊神。貴様ハーゴン、だけどハーゴン死んだはずじゃ。ホイミスライブお前は所詮ハーゴンの手下だったか。そう、私は亡霊。私が作ったこの幻の世界でしか存在し得るもの。勇者に敗れ力を失った獅童様を私はここに逃がした。破壊の神としてもう一度復活していただくために。この世界が幻とは一体。ここはこの私が勇者どもを惑わすためだけに作った世界。この世界の草や木も、そして貴様ら人間どもも全て現実には存在しない私の夢に過ぎん。私の死とともに消えるはずの夢がここまで残っていたのは意外だった。道理で変だと思った。一度滅んだハーゴン教団がこんなに広まっているわけない。いまいましくも勇者どもはこの幻の世界から抜け出し、私と獅童様を亡き者にした。しかし私の意志はまだここにある。破壊神獅童様と共に。それにしてもやはり取るに足らないものだ、ものづくりとは。俺がミカミックス王国だと冗談も休み休み言うがよい。いや冗談です。王国の旗、こんなのただの落書き。そうだね、ゴミ以下のクズにも劣る代物だ。全く反論できん。ものづくりごっこも救世主ごっこも仲間ごっこもくだらすぎて笑いが止まらん。小娘指導だと弾をつけんか。貴様が人間どもをたぶらかした古のビルダーの慣れの果て。シロジー、貴様らは想像したらこの私にひれ伏しておけばよい。さあ時は来た。獅童様の力でこの幻の世界を消したり、今度こそ現実の世界を滅ぼしてくれる。破壊神たるあなたが世界の全てを滅ぼすこと、これもまた運命なのです。地球みたいな、火星みたいなのがあるね。どうするの、どうしよう。私はムンブルクで聞いた、この世界が偽りであり幻だと。私たちは何なんです。ハーゴンに作られた人間。俺たちが幻なんて、そんな。今見ている世界が夢でないと断言することなど誰にもできる。指導はどこに連れて行かれたんだ。指導様が破壊神というのは。いや、旗をバカにするのはもう当然のことだと思うよ。クソ親父って。あれは何かしら。白獅子がいつもいたところに何か落ちている。ヤッホーって。ビルダーの魂を手に入れた。え
なんだかキラキラしてとっても素敵。白爺が残していったものかもしれない。シドを助けに行くにはどうしたらいいのか。あの渦、きっとあの渦に飛び込めばシドのところに行ける。なんでそう思うんだ。ハーゴンを倒してシドを助けられるのはあなただけ。シドは本当に苦しそうだった。喧嘩別れしたままシドともう会えないなんて嫌でしょ。まあ行きましょう。みんなあなたに話があるみたい。俺は別に話ないけどな。おう、ホイミスライム、お前裏切り者じゃねえのか。私たちが幻の存在、シドが破壊し、神様と友達も悪くない。ハーゴンを倒しシドを連れて帰ってくれと。今まで一緒に物を作ってきた経験が必ず役に立つ。ミナデイン砲とかマジかよ。もう作れないぞミナデイン砲は。俺一人じゃ。難しいことはよくわかんない。だけど一つだけ分かっていることがある。あなたはシドを助けに行くっていうこと。ただシドを助けたい。違う。いやまあ俺は別に幻じゃないからね。現実世界から来たから。君らの気持ちは正直わかんないよ。世界が滅ぶ日は近いのかもしれない。きっともうすぐ私たちも消えてしまう。一回現実世界に帰ってさ、なんかもうすげえ装備整えてこようよ。てか勇者の子孫ってどうしてんの今。ハーゴンが言っていたこと嘘ではないとムーンブルク出身の私たちにはよくわかる。ローレシアの幻、偽りのロンダルキア、あの風景こそがその証拠。シドウと君に距離ができてしまったのは私にも責任がある。このまま終わらせないでくれと。破壊神シドウ、ムーンブルクでのあのシュラのような戦いぶりも破壊神であるがゆえだったのかもしれない。ハーゴンが現れてから私たちの体が少しばかり変、幻として消えかかっている。え、仲間連れていけないの。ホイミスライム、お前どうすんだ。てんてんてん。もはや語ることはない。装備や道具あまり持っておいて。あまりなんだ。え、どれを持ってけんの。俺さ、勇者の旗装備して。炎の剣返せ。誰だ。一般兵に炎の剣あげちったかんな。まあ一応まあ飛び込む前に装備はね作ってこれるはずなんで、ちょっと一回青でいいや。あれどこだっけ装備作るの。赤のとこだったら確実にあるか。他のみんなは元気に頑張ってるかな。あんまり元気じゃなさそうだ。ホイミスライムだけついてくる。はやぶさの剣、そうだ、これなんか作れるようになったんだ。とても軽くて丈夫な金属で作られた剣。攻撃力が42ってそこそこあるよね。42で2回攻撃は良くないか。82、外科医やついてあんまり変わんねえんだけど。一度に2回攻撃できる意味があるのか分かんないけど、せっかくだから作ってみよう。はやぶさの剣、一応ちょっとガイアの剣も持っていく。硬い敵になるとそもそもはやぶさの剣じゃ通らない可能性があるからね。それを見越して、え、あ、ほはほはって感じか。手数だな。双剣みたいな感じだね、モンハンの。おお、鬼人乱舞みたいな。ダダ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 。そんなにすごいシステムはない。じゃあいいや、もう行こう。
とりあえずパンもいっぱい持ってるし、薬草もそれなりに持ってるし、世界中の葉も持ってるし、もう行こうっと旅立つ。いよいよ行きます。ビルダーの魂は持った。強い武器と強いハンマーも必要。強い鎧とかも欲しいんだけどな。一生ルールの奴隷として働いてもらう。そんなの嫌だな。帰ってこなくていいんだけど。あ、待って待って待って、ホイミスライムついてくる。そしたらモンスター他のやつも連れてこっかな。大したモンスターいないけどね。あ、ついてこねえや。ついてくるふりしてついてこない。建国ビルダー王国、汚らわしい、浅ましい、そして嘆かわしい。今こそそのような暗がりからお出になる時です。さあこちらへ。え、何、人々150っていうのは。ちょっと炎に当たってみよう。何にもならない。走るか。いや走れない。なんだここは。俺は一体。指導様、破壊神たるあなた様がいつまでそのような弱々しいお姿なのです。さあこれはあなた様に捧げる生贄です。え、骸骨剣士が出てきた。指導動かすんだ。技はないね。なんだ俺の頭の中に何かが。はっはっは、良いぞハーゴン、もっともっとだ。うん、なんだこの声は。クックック、モンスター6匹。骸骨かわいそうだな。あ、しょうがない、生贄って言ったからね。なんだこのモヤモヤは。はっはっは、抗うことはない。今少し、今少しだ。次はこっちか。これ死んだらどうなんだろう。いや、そんなめんどくさいことはしないけど。どうなってやがる。俺が俺じゃなくなっていく。いいえ、そうではありません。これからあなた様は本当のあなた様に戻られるのです。はっはっは。こいつらはルルチャコアネッサ、誰がこんなことを。何をお言いなのです。あなた様が殺したのです。いかがでしたか、生贄の味は。このクズどもも最後の最後に役立ってくれました。神に身を捧げることができた。こやつらにとっては身に余る光栄。ちょっと視点ずらす。貴様許さん、俺がぶっ壊してやる。え後ろから行こう。しかも頭を狙う。ヒーって違うんだこれは。まさか嘘だろ。お見事です。汚らわしい記憶から自ら消し去られましたね。助けてくれ。
大体普通に考えてシドウなんてさ、ロトの子孫の3人の勇者でようやく倒したのに、俺一人で倒せんの？別に勇者の血を引いてるとかなんでもないからね。破壊天体師、新たな神の目覚めの地みたいな。腕がやたら生えてんだけど。やばいやばい。うわー、助けてくれー。あれ、メタルスライムっぽくない？あ、ビルダートークある。大丈夫これ、近づいて足場が逃げられない。何もないよ、持っていけないんですけど。風のマントないね。ハンマーとかはあるから、壊して足場を作ってあげるってこと。あれ、メタルスライムじゃん本当に。倒したいんだけど、むしろ間違えた。こんなところで吹き始めるなんて。これなんだろう、普通のなんだこれ。赤山石ドン。こんくらいあればいけるかな。40個。あお、危ねえ。クラリングするか。いや足りねえわ、ちょっと待って、もう少し調達してこよう。ほい、あれこれ何、なんか変なのがある。気になる。ただの岩だった。ここは幻の世界だからな、そういうこともあるか。よし、160個あれば余裕でしょう。じゃあまた橋作りをしていくか。はい、サンマスにしよう。落ちない、なんか落ちそう。2マスだ。この世界には、ね、物理法則がないからね。こういうところでも足場が作れる。ほい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 、どうだ、足場を作って助けてくれたんだ、ありがとう。君は俺の生贄になってもらうぞ。君人間だよね、どうしてこんなところに。友達を探しに来た。指導がどこにいるか知らないか。そんな人知らない。あ、早く逃げるぞ、このままじゃみんな死んじゃう。ここは約束の地なんだよね、どうしてこんなことに。とにかく逃げなきゃ。どこかないの？なんか骸骨が走ってんだけど。お前たちそんなところで何をしている？ここは危険だ。はい、こっちへ来い。やったらスライム！経験値くれ！ダメだ。とりあえず行こうぜ。あ、ついてきてる。あ、風のマント持ってんじゃん。あれ、どこ行った？骸骨。あ、いた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 。貴様人間、なぜこんなところに人間がいる、一体何者だ。何ビルダーだと、教団の聖地ともいえるこの地に殴り込みをかけてきたのか。今すぐその首ねじ切ってやる。そんなことしてる場合じゃない、死んじゃう死んじゃうよ。ねじ切る前にみんな死んじゃう。では安全な場所に避難するとしよう。安全な場所で安全に首をねじ切ってやる。俺様に心当たりがある、ついてこい。最後に安全な場所に、ゲッ、俺様に続け。これ敵なんだ、敵にとっても敵なんだ。え、またあの腕。お前たち気をつけて進むぞ。え、どっち、花がある、まがまがしい花だな。ちょっと回収していくか。奇妙な花、うごめく鶴。こんなの何に使うの。下に誰かいるよ、助けてー。
出られねえ。ち、穴に落ちて混乱している。助けてあげよう。あいつは魔物だぞ。人間である貴様が助けるだと。どうすればいいの。逃げ場がない。もうダメだ。まだ逃げ場ある。おいらすっかり混乱しちまってありがとうよ。礼ならそいつに言え。どうだ、その人間は魔物も放っておけないお人よしらしい。さあ俺様についてくるんだ。仲間がすげえ増えてんだ。お前飛べんじゃねえか。そういえばあ、ピカントの強くね。勇者の方聞くのかな。てかさ、思ったらさ、今装備してるものしか持ってきてねえじゃん。ハヤブサの剣なんだよな。火力的にちょっと不安だな。腐った肉マジか。ちょっとここでなんか強い武器が作れるようになるまでハヤブサの剣で行くしかない。ん、大丈夫。早く来い。大体メタルスライフだったらはぐれメタルの方がいいんだけど。よし、あそこだ。あそこならあの妙な腕も入ってくれない。壊されそう。よし行くぜ。いや絶対壊されるよこんなとこ。あ、キラーマシーンがやっと着いた。死ぬかと思った。それにしてもずいぶん変な場所だね。見慣れない不思議なものがたくさんある。なんだこれ。確かに明かりがある。これは開く閉じる。あ、箱か。あげ、油がすげえ出てきたな。ミカミックスって言ったよね。僕メタルスライムのメタッツ。助けてくれてありがとう。これはグレムリン。そのまんまだな。キッシム。まあどうにか助かった。ここはひとまず安全。ビルダーの首をねじ切るとしよう。お前に俺の首がねじ切れるかな。ハヤブサの一撃見せてやろうか。友達を助けるためにここに来た。指導がどこにいるか知らないからと。そんな名前聞いたこともない。ひとまず殺すのは後。友達を助けたいやつなんか殺せん。友達を助けたら殺してやる。ものづくりの素材になるものなんかここにはない。ビルダーだろうと悪事はできない。ここで何が起きているのか。あの腕は何なのか。あの黒い魔物はよくわからん。凄まじい破壊の力を感じる。謎の腕も黒い魔物もその影響。そもそもここはどこなのか。何にもない。真っ暗な空に浮かぶ小さな星。僕ら教団の魔物にとって約束の地。ここで待っていれば救済が訪れるって聞いたのに、まさかこんなことになるなんて。そんなことより大切なことに気づいた。なんだ。腹が減りまくっている。ビルダーなんか作ってくれよ。大切なことはそれか。ビルダーにものづくりを頼むとは。どうせ死ぬんだ。死ぬ前にうまいもんが食いたい。うごめく鶴を焚き火で焼けば絶対うまいって思うんだ。そうか。まあ、魔物のねことだから、それはちょっと人間にはわからないからね。よし、やってやろう。これだな、うごめく鶴。はいはい、ちょっとお時間はかかるね。焚き火だから。キラーマシ、あ、話せんの。返事がない。ただの鉄くずのようだ。そうか、完全にもうやられてしまったか。鉄くず回収できるのかな。あ、回収できねえ。パイプは回収できた。キラーマシーンのこの持ってる武器とかね、どれくらい強いのか知んないけど。さて、そろそろできるかな。キラーン。これ何。うねうねパスタ。まあ、魔物の食べ物だからね、あげるよ。うごめく鶴を焼いてうねうねパスタを作った。うまそうじゃねえか。早速おいらにくれよ。はい、マ
ずそう。風評ありがとう。あんなものから飯を作れるなんてビルダーってのはすげえな。うねうねパスタは臭くて苦くて最高だぜ。腹が減ったらお前も食ってみろ。あ、持ち物持ち込んでないからね。どうした、生存者いるか。ものづくり検知、ものづくり検知。今度は何だ、ものづくりを検知できるなんてすげえな。怖い。まあこれだね。何も聞こえない。奥っぽいな。何、じゃあこいつか。生体反応検知、生体反応検知。再起動プログラムを実行しますか。はい、データにアクセスしています。再起動失敗。魔法エネルギーを補給してやり直してください。そんなこと言われても。足りないエネルギーの補給、一体どうしたらいいんだ。それすらも作るの。え、どういうこと。エネルギー回路設計図、パイプ、パイプカーブ、パイプ T 字設計図。パイプをつないで壊れたキラーマシーンからエネルギーを送る。なるほど。じゃあパイプを回収するか。これのパイプ回収しよう。ちょっと待って、お前に話したかったんじゃない。全てのエネルギーを集めるってことね。これ何、え、なんだこれ。なんかこのパイプ曲がってない。あ、パイプカーブだね。そうか、パイプとパイプカーブは違うんだ。なかなか細かい。ここは外だ。ここ拠点ってこと。じゃあここまずこいつからエネルギーを回収する。でこいつからもエネルギーを回収する。こいつからはエネルギー回収できないのかも。あ、ビルダーだからあれか、キラーマシーンを直すことくらいお手の物なのか。燃料パイプ接続感知、魔法エネルギー補給を実行中、魔法システム修復完了、再起動プログラム実行中。わしは、わしはなの。キラーマシンじいさん、再起動完了じゃって。もっと若いやつ蘇らせた方が良かったんじゃないのか。壊れたキラーマシンを直した。キラーじい、わしはどのくらい眠っとった。今ここで何が起きている。なんじゃこの不穏な気配は。まさかついに滅びの日が来たのでは。なんだよこのじいさん、錆びつまいてボケちまってんじゃねえのか。この地で何が起きているか聞かせてみ。まあ、じいさんだからその代わり知識は豊富なのか。ほほう、恐ろしい腕と黒い魔物が現れてこの星を壊し始めた。よし、やはりわしの思った通り、滅びの日が来た。何なの滅びの日って。その名の通り全てが破壊され無に帰る日、世界が終わる日。それにしてもまずい、破壊がここまで進んでおればこの研究所とて安全ではない。あ、いつかこの壁も天井も恐ろしい腕とやらに破壊される時が。こんなんさ抗えないでしょ。黒い魔物どもの気配もする。これは戦うしかない。戦闘か、魔物対魔物か。お腹減ったらこれ食うしかないの。奇妙な花ってちなみにさ焼けんの。あ、置けないんだ。あ、げ、腐った肉とか。一応料理しとくか。しょうがない、今サバイバルの時代だからな。あの腕が引き寄せたのが黒い魔物どもが迫ってきてる。よし行くぜ。これ勇者の旗持ってきてたらさ、こいつらに効くのかな。これ食いた
食いかけか。うねふねパスタ、お前の食いかけなんていらん。俺様はここより安全なとっておきの場所に心当たりがある。まずは黒い魔物どもを倒す。まあ、キラーマシーンがいるからね今。ほら、いや、なんかもう手数って言ってもどこなんだろうな。あ、レベルは上がってくる。こっちのアタックがキラーマシーンだからね。すげえ激しくれんだけど、果たしてこのあれが強いのか、はやぶさの剣が。まあ手数で押し切るしかないからね。いって、おお、これはコントロールが強い。逆走がいっぱいあるわけじゃないんで、まあ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 手数が結構捨てるね。逃げよう。お、いいねいいねいいね。ギリギリレベル32にならない。あ、上がったか。あれ、もしかして31になってさらにレベルが上がりそうってこと。敵を倒した。久しぶりにキラーマシーンのキラっぷりを発揮してしまった。重いのか強いな、ビルダー。ひょっとして友達を探す決意の表れか。安全な場所に心当たりがあるの。ここから丘を越えていくとハーゴン教会がある。そこなら安全なはずだ。そいつは明暗だ。教会には地獄様がいる。オイラたちを導いてくれるかもしれない。逃げずに探す。結局どうすんの。人間などビルダーなど所詮我らの敵。ハーゴン教会にいる地獄様、三神官の一人。いろんなことに詳しい。ひょっとしたらお前の友達のことも知ってるかもしれない。まあ行くか。じゃあにいる地獄という神官に友達の居場所も聞いてごらん。教えてくれんの。この研究所はもうかん、ちょっと待って、あれ回収してこう。クサクサグリルとか。いやー、ただもう 68% だからな。パスタとクサクサグリルしか食うものがない。なんだこれ、なんかめっちゃバチバチ言ってんだけど。あたりのものを吸い込んでいる。データ解析中。判明。超高密度な重力体と判明。触ると危険。触ると即死。そんなに。おお、引き寄せられる。さあ急げ。危険検知。おお、大丈夫か。やられた。キッシュム。一応ガード張ってた。足が大丈夫だ。だがもうまともに歩けない。俺様のことは置いていけ。心配ない。俺は死なずの騎士だ。諦めずに一緒に行く。道案内はオイラが変わる。騎士も置いてはいけねえ。ゆっくり進もうぜ。こいつらの連帯感が半端ないな。骨が折れたか。こいつら骨だから、骨折れたらもう完全に終わるな。ちょ待って待って待って、こっち来ちゃったよ俺。え、戻れない。帰還できないよ。使うか、ビルダークライミングテクを。まあ確かにね、今薬草もないからな。骨に薬草が効くのかって言われたらちょっとあれだけど。
キッシムが来るまで待つしかない。骨は折れてないね。じゃあ何が痛いんだ。もはや出血っていう概念もないだろこいつには。ジャンプしてるしね。いや大丈夫だよ。ジャンプしてるから意外に元気だよ。まあ防護壁を貼っただけあるな。さすがに目指すハーゴン教会はここを登ってすぐ。しかし地面が壊れて先に進めない。どうしよう。まあ任せなさい。道作りはお手のものよ。一応一マスだけだと落ちそうだからね。橋を作ってくれた。グレムリンは飛んでるからね。ちんたら喋ってんで早く渡れ。またあの腕そう。今度はキッシム。キッシムが悲しんでいても仕方あるまい。あいつの死を無駄にせぬためにも急ぎハーゴン教会へ向かうのじゃ。戦力が一人減ってしまった。こっちか。あっけなかったな。キッシム悪いやつではなかったか。魔物の死とはこうもあっけないものなのか。しかしそれも定めだ。お前の死は無駄にはしない。とりあえずこれパクってこう。あ、ちょうどもうハーゴン教会じゃん。こんなにボロボロの場所がまさかここもあの腕に。あそこに誰かいる。とにかく話を聞いてみようと。神はなぜあのようなものを。誰じゃ。私の祈りを邪魔するやつは邪神官地獄と知ってのことか。いいえ。何では覚えておけ。三神官の人地獄である。そしてその方ら私に何のようだ。助けてもらいたい。どこもかしくも破壊されてもう逃げる場所がない。どうして助ける必要がある。この破壊こそが救済ではないか。ついに我らが待ちに待った滅びの日が来た。世界の全ては今滅ぶ。このハーゴン教会ですら破壊神様が壊してくださった。全てが滅びるなんて話が違う。いつか復活する破壊神様が古くて汚い世界を壊してくれる。そうは聞いていたけど。だからこそ全ては滅ぶ。我らとて例外ではない。どうあがいてもこの世界はおしまいってわけか。そんなことない。僕たちにはビルダーがいる。必ず何とかしてくれる。何ビルダーだとこの人間が。破壊神様の敵この私が粛清してやろう。僕たちの命の恩人なんだ。近くに何かないか探してみよう。このまま滅びるなんて嫌だ。え、何あ、あっちになんかあるね。あ、台があるじゃん、台が。あれ、棍棒がある。まあいいや、まずこれ調べよう。なんか薄汚い台だけど。その不思議な台はずっとこの地にあったもの。破壊神様が現れた時真っ先に壊されるかと思ったが、破壊神様の腕は何かに迷い壊すのをやめられたようだった。私の勘違いかもしれんがな。台の横に何か立てかけてある。え、ちょっと待って待って待って、調べる。その耳っちい棒は。このコンボ素材から作ったってわけだ。お前なかなかやるじゃないか。まだ持ってたのか。そういえばお前が最初にくれたこのコンボをこのままもらっておくぜ。お前が初めて作ってくれた武器。その小汚いコンボに何かあるの。どうせなら手に取ってみたら。指導のコンボ。そのコンボ君が友達に作ってあげたものなのか。友達だとどういうことだ。何、自分は友達を探しに来た。指導の居場所を知らないからと。貴様なぜ指導様の名を知っている。指導一体何のこと。
教団でも最高位の神官しか知らぬ破壊神様のお名前、このような人間が知っているとは。貴様まさか破壊神様が自分の友達だなと迷い事を抜かすのであるまいな。君の友達って本当に破壊神様のことなの？いいえ。じゃあ嘘ってこと？なんだ違う、同姓同名いたぞ。お前らだってさ、キラーマシーンいっぱいいたじゃん。まあそうだね。キッシムも死んで当てにしたハーゴン兄弟も教会もこのざま。どっか行っちゃった。みんながやる気が出そうなものを作れない。しかしここには素材になりそうなものなどない。素材ならこれを使ってよ。油、僕の油だよって。お前メタルなのに油出んの？近くの消えた明かりに火をつけてはどうじゃ。そうすればみんなの気分も少し明るくなる。松明を作って近くの消えた明かりに4つ火をつけて作るか。1個でここだね。ちょっと一回道具を整理するか。はしごとアイアンの壁、邪教の作業台、ちょっとしたものが作れますと。基本的に全部いらねえかな。地獄様何してんの？お前なんか死ぬぞ。そのまま。特にセリフは変わらない。では明かりをつけていきますかと。間違えた。火をつけると、あ、青い炎になってる。まあ邪教だからね。あと2つ。こんなんでやる気出んの？え、どこ？あ、結構でかい教会だったんだ。もう破壊されてるけど。で、あと1箇所。あ、じゃあこれ。ボト。うわぁ。消えた明かりに火をつけた。もしかしてやる気が満ちた、この世界にも。すごい、教会の周りが明るくなった。なんて不思議な日なんだろう。けしからん。ビルダーが青白き魔物の火を灯すとは何ともけしからん。滅びの前に私が消してくれよ。ちょっと待ちな。やるじゃねえか。明かりを見てたらお先真っ暗ってわけでもねえ気がしてきた。破壊神様の罰が当たっても知らぬからな。なんだか少し安心できた。なんだかおいら、お前が破壊神様と友達ってのも嘘じゃない気がしてきた。友達探しももちろん大事だが、ビルダーであるお主の力を借りたい。この地に光を灯したお主なら必ずできよう。え、何？新たなレシピ、邪教の松明。こいつがどんどん闇に染まっていく。破壊神様の復活により滅びの日は近い。しかしわしは死にたくない。先は死んでなかったっけ。そこで滅びの日が来ても生き残れるようにこの地シェルター。それ大丈夫なの？そんなんで無理だよ、耐えられないよ。頑丈なシェルターがあれば滅びの日が来ても生き延びられるだろうと。そんな暇はない。シェルター作りはお主にとっても決して無駄ではない。この地には滅びを待つ哀れな魔物たちがいる。シェルターにその者たちを集める。そうすれば各地にいる魔物たちから友達の情報も集められる。まあ言いたいことは分かるが、ちょっと強引じゃねえか。そうだ、そもそも敵であるビルダーに救済を頼むとは。お前の頭脳は壊れておる。わしは死を目前にして何もしないではいられない。頼む、どうしようじゃミカミックス。この地に魔物たちを救うシェルターを作ってくれるのか。なんというお人よしじゃろうか。魔物たちを乗せるシェルターって何？
星ごと破壊されたらもうちょっとどうにもなんないと思うんだけどね。一応この教会がベースになるの。シェルターの設計図、アヒアの壁が全く足りないんだけど、邪教の壁も若干足りねえし、マシンの壁ってなんだよ。マシンの角壁、鉄のラウンドコーナー、邪教の手すり、邪教のステンドグラス、魔物の扉、ろうそく、祭壇、まあ、主に壁関係だね。どこがどうシェルターなのか全然わかんないけど、これはまさか設計図というもの、この図をもとにシェルターを作る。ハーゴン教会を改造してそのままシェルターにする。神聖なハーゴン教会にそのようなことをどうやって完成させるのか。素材になるものがない。いくらメタツが自分の油を絞ろうがブロックは作れない。お、地獄様が違う。なおも私に話しかけてくれると。素材を集める方法知ってんじゃねえか。えらい神官なんだから、たとえ知っていたとも簡単に教えられるか。メタツは自分の油まで絞って協力した。えらい神官のくせにそれでいいのかよ。それに良いのですかな。ミカミックスは破壊神様と友達なのですぞ。雑な扱いをしては神罰が。破壊神様の友、分かった、協力しよう。ここから南西に行くと破壊神様の抜け殻がある。その地で引き裂く小爪5個に大いなる鱗10個、突き刺す大角とか。これらのものを集めてきたら素材を生み出す方法を教えてやろう。これからは僕を君のお供にして、君のものづくりに興味がある。破壊神様の抜け殻を、そんなとこまで行くの。というところで、じゃあなんだっけ、破壊なんとか、破壊天体だっけに来て、まあ指導を探すところですけれども、一応魔物の地で、また例によって食い物不足で 55% か、食べ物一応2つあるんで美味しくなさそうだけど、まあとりあえずはじゃあ素材集めということで、破壊神様の抜け殻のところに、次回、行こうと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。